ドライ。現在開発中だというのが焼き鮭。お水をもう切ってもらって、はい、できました。柔らかいですが、身がちゃんと折れますね。焼き鮭のような鮭の身にこだわったのは、この皮。お湯をかけたのにパリパリの食感を再現できた秘密、それは独自に開発したコーティング技術により、焼いた鮭の身は崩れにくく、皮はパリッとした食感を生み出したのだとか。ちょっと触るのに壊れてしまったりするので、はい、どうしてその壊れないように運べるかとか、半年1年もたつかというのを研究してますので、もう少々お待ちください。はい、驚くべき進化を遂げているフリーズドライは、今後も家庭の味方になってくれそうだ。旅館に団体客が泊まった時の朝食の鮭。